はい、皆さんこんにちは、こんばんは、のんぼとけいです。プレキュースピリッツ2020実況ね、今日から始めていきたいと思います。まあよね、普段はですねオートペナントですとか、あとはまあ栄冠ナインとか、どちらかというとまあね、采配を振るったりとか、まあそういうプレイの方が多いんですけども、今回に関しては実際に選手をね操作してプレイする、あのスタープレイヤーっていうモードをね遊んでいきたいと思います。はいはい、ということで早速やっていきましょうか。まあスタープレイヤーね、まずまあこれちょっと待って画面を、はい、さあじゃあね、まず早速もうスタープレイヤーやって始めていきましょう。で今回に関してはもう趣味全開の個人的に好きな左サイドスロー、はい、左サイドスローのピッチャーで守護神を目指していきたいと思います。そしてまあね、球団は中日ドラゴンズで遊んでいきましょう。まあね、なかなか近年守護神がね固定できていないということもありますし、頑張って守護神ね目指していきましょう。はいはい、じゃあスタープレイヤーやっていきましょうか。はい、でまだねまあ全くとりあえずやってないので初めからやっていきます。はいはい、日本の野球界の頂点プロ野球、有望な選手たちが集い競い合い、その中から真のトップに立てるのは一握り。そのプロ野球の世界に身を投じてスターの座を目指す、その挑戦を体感できるのがこのスタープレイヤーモードだ。はいはい、果たしてあなたはプロ野球の歴史に名を刻むスタープレイヤーとなれるのだろうか。いいですね、その挑戦が今始まる。じゃあ始めていきますよ。で、ね、ここは特にはいいかな、完全にこっちのアカウントはもうデータが何もないので、特に編成がいじられてるとか、あとこの覚醒とかを何多分買うお金もない状態なので、うん、そうですね、特にこの辺りは関係ないと思います。で今回は1からね新しく選手を作成していこうと思います。まあね、実際にもうすでに実在する選手で始めることね、例えばネオ君で始めたりとか石川隆也君で始めることもねできるんですけども、今回はね完全なオリジナル選手で始めていきたいと思います。はい、こんばんは、こんばんは。うん、さあじゃあ新しく選手を作成するっていうところからやっていきましょう。で中日ドラゴンズで、はいはい、でうーん、話題性には欠けるがその実力は本物。はいはい、人気と実力のバランスが取れた期待のルーキー、可能性と話題性いっぱいの超大型新人。はあはあはあ、そうかそうか、社会人だと話題性に欠けるんだ、人気がないとかそういう系かな。高校卒だと結構なんか注目度が高くて人気だけどって感じか。大学、やっぱ社会人いいじゃない、ここは渋く、うん、大卒でまあ小林正人っていう選手でやろうと思うんですよ今回ね、架空選手、はい架空選手小林正人っていう選手でやるんだったら大学卒でいいんだけど、まあ多分これ社会人の方が能力が高いんですよね。だからまあそんなになんか長期的にやるつもりもないし、まあ2年3年、最長で2年3年ぐらいかなって考えてるんですよね。まあそのぐらいで考えたらね、まあ社会人でいいんじゃない、うん、能力が高いんだったら社会人でいきましょう。はい、社会人でもうさっきネタバレしちゃったけど、はいはい、これ変換たるよね、小林、はいはい、小林で変換、小林、はいはい、正人出るかな、正人またね、小林正人で、登録名は小林正っていう表記も結構好きだったんですよね、一時期あったんですけど、まあ分かりやすいようになんかニックネーム、あれかフルネームの方がいいな、なんかこれがいいや、小林正でいくわ、分かりやすいように、はいはい、で普通にここは小林でいこう、小林、
はい、でこれいきましょう。で決定で OK。 背番号13、これさっきね軽く何能力のねタイプをね見たんすよ。でその時になんとなく背番号13にしちゃったんだけど、多分それが残ってるね。うん、いや13でいいな、背番号13でいこうかいやダメか、かぶっちゃうから。今って空き番号でいい番号20かエースナンバーですけど20でいきましょうね。ちょっとイメージとは違いますけど20番でいきます。はい、うん、13番だとまあ実際のねルーキーいますんで20番でいきましょう。20番、うん、基本的にはどっちかというと先発型のピッチャーがいますけど、18と20か、まあ20でいいよ。うん、かっこいいし強そうで小林でいきましょう。小林、はい、これ全部ね検索できればいいんですけどね、小林って全部入力してからなかなかねそれがちょっとできないのが微妙に不便ですけど、パワープロと比べて小林、これいいかな。小林、はい、これでいきましょう。で OK で待って、小林正人投手の誕生日一応調べておこう。小林正人投手の誕生日は8月21日だそうです。8月21日で左投げ左打ち、はいはい OK ですね。これでいきましょう。でここねちょっと悩んだんだけども、中継ぎでも抑えでもいいんだけど、中継ぎだと結構渋すぎるので、左のワンポイントの行き方は確かにあるんだけど、まあ目標は高く小林正人投手でね抑え目指していきたいと思います。で、顔はこれなんか選択とかできないのか、お任せとかでいいか、お任せでそれっぽいのが出たらでいいや。お任せでなんか渋い感じ、もっとあまり強気じゃない感じあ、まあこれでいいんじゃないですか。うん、まあ、ちょっと眉毛が弱々しい感じでなんかまあ困りっぽいし、これでいきましょうかね。もう少しなんか顔全然違いますけどこれでいいんじゃないですか。まあなんとなくイメージとして、うん、まあこれでいきましょう。はい、で OK でいきましょうかね。でからあ装備品か、装備品とか一応あれかできるんだけど、まあグラブはなんか変えたいな、普通になんか変えたい色を、何色でもいいんだけど、まあ黒とかにしようかな、ちょっと黒が好き個人的に。なんかいい色にならんな、あんまり黒だと合わせづらいな微妙にね。まあ、黒でいっか、普通に黒でいきましょう。はい、まあ、これだけとりあえず設定して、さあ次いきましょう。いやまあ身長とかは180ぐらいだったらいいんじゃないかな。まあまあまあ特に86キロ、まあ標準型としてまあこのぐらいでいいでしょう。特にはまあ不便ないだろうし、うん、これでいきましょう。はい、で OK でここだけねちょっと調べたんだよ、サイドスローのあれなくね、ちょっと待って34番が小林正人って書いてるんだけど、あれこれ本当にないの、待って違うのか、スペシャルサイドとかあるのかな、スペシャルのこれか、あこれだ、えなんか違くない、34って書いてるんだけどスペシャル A 違うな、なんか番これないのか、一切ないのかな、スペシャル B のなんか違くない、これ34って書いてるんだけど、なんか今調べた一番上の方に出てきたサイド、オーバースロー、なんか違うよね、腕の角度がなんか違う気がするんだけど、
サイドスロー、これはなんか違う気がするんだけど、なんか違うよね。なんかもっといいの、これなんか違う、もっと腕が下から来るような感じ、なんか左キラーっぽい感じがいいな。あ、ないんだ、本当にないんだ。じゃあもう普通のサイドスローでいきましょうか。サイドスローでセットから投げていく感じの、こういう系でいいな。じゃだったら、そうねそうね、この辺りでいいじゃん。これでよくない？これこれこれ、18とかで、いやこれでいいや。一般的ななんか左サイドっぽくて、うん、これでいきましょう。はいはい、 OK、 まあこれでいいよ、これでいきます。左サイドスローでいきます。左サイドスロー、いいね完全に趣味全開で、打法はあんまり多分出番ないはずなんだけど、誰がいいかな、打ちやすい選手って誰がいるかな。左だよね、スペシャル A の、なんか中日の選手誰か参考にしようか。まあビシエドでいこうビシエド強そう、左のビシエド、こんな感じ、後ろから見るとこれでいこう。 OKOK で、ここね、ちょっとね、まだ1個しかね、試してないんだよ。で、アピールポイントはなんかね、2つ選べるらしくて、で、さっき試した結果、放送直前に1個だけ試したんよ。必殺の決め球と、あとは、抜群のコントロールにすると、こんな感じになったの。これ。こんな感じ。これやるとスライダーとストレートだけっていう、なかなかね新しい感じのね能力になって、まあこれはこれでもいいかなっていう感じはするんだけど、でもねもうちょっとなんか欲しいのよね。抜群のコントロール外して必殺の決め球と、なんだろう、南東とかにしようか。あー、スローカーブになっちゃうんだ、強いけど。あー、なんかスライダーがいいな個人的に。スローカーブになっちゃうのか。まあ確かにぽいけど、必殺の決め球なくていっか。なんとプラス抜群のコントロール、スライダー伸ばしたいよね。これだとちょっと弱くない？165だもんペナントさ、この前やってたペナント実況でこれ引き当てたら大外れって言っちゃうもんね。なんか違うね。ってなるとさっきの方がいいかな。必殺の決め球と、いやこれ手先が、いやこれ同時に選べないのか。必殺の決め球と、必殺の決め球と伸びのあるおーおー、強いな、確かに強い。ただストレートこんなになんか強すぎるな。145キロ出てストレート B はなんか違う気がするから、必殺の決め球元がで、あとは何がいいかな。まあ抜群のコントロールかな。何かを持ってる何か持ってると、何を持ってるのこれ。いやいらんいらん、クローザーにいらんって絶対いらんやこれ。味方打線の援護に恵まれやすくなります。援護がアップか。援護丸はいらんやろこれ、絶対いらんやろこれ。必殺の決め球プラス、技巧派ちょっと見よっか。あー、いいじゃんいいじゃん。あ、これよくない？これこれこれ、最速139キロでストレートが D の制球 C で、まあ、カットか、まあ、スライダーではないけど、スライダーじゃないけど、なんかいいな。これでスライダーだったらすごくいいんだけどな。ちょっと待ってな。
必殺の決め球プラスバッ、まあでもこれかな今のところ、これが一番ぽいか。なんだかんだ言ってストレート CC のスライダーと、まあなんかなかなかちょっと厳しいスライダーしかなくて大丈夫かなっていう心配はありますけど、これでいきましょうかね。ストレート CC とスライダー、ちょっと吸収少ないのこれ本当心配だな、大丈夫かな。ピンチに強い、ちょっと待ってね、必殺の決め球とピンチに強い、はい、これ見ていくか。はい、あ、いいねいいね、あ、これなかなかいいね。そうね、制球がちょっとでもなんか違うな、必殺の決め球と、いや、これできます。え、待て待て、今の方がいい。必殺の決め球とピンチに強いでいこうか。じゃあ本格にするとなんか違うでしょ、クローザに本格だとスタミナが結構高くなっちゃうな。フォークか、フォーク違うな、ちょっと一応軽く見ようか。ムービングとか手元で動くとどうなるんだ。あー、ムービングか、はあ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 、これは確かにな、ムービング、ムービングか、確かに手元で動くといい感じはあるけど、ムービングか、ムービングも面白いな。とりあえず必殺の決め球と、まだピンチかな、一番なんかワンポイントっぽくかつクローザーできそうな感じ。最初結局中継ぎでやることになるんですよ、やっぱりいきなりクローザーは任せてもらえないんで。多彩な変化、多彩な変化、はい、あ、待て、多彩な変化にすると必殺、あー、これ同時に選べないんだ、多彩な変化かつピンチに強いとか、はい、あー、フォー、あー、まあまあまあ、でもちょっとなんかもっとスライダー伸ばしたいな個人的に。多彩な変化ピンチスライダーもう少し強くできんかな、どうにか。とりあえず必殺はつけたい、必殺の決め球とあと何にしようかな、技巧派にしちゃうとカットになるんでしょ、ナックル、うわー何これ、うわこうなんのかよ、ちょっと何これ全く違うけど、いや確かに面白いけどなんか全く違うよこれ。ナックルは絶対違うよ、これは確かに強いんだけどロマンはあるけどなんか違うぞこれ。必殺の決め球とね、投げっぷりはなんか違うな。ここはでもまあピンチに強いでいきますわ、はい、必殺の決め球プラスピンチに強いね、ちょっとスライダーだけに頼りがちな感じもありますけど、とりあえずまあこれでいこうと思いますね。ワンポイントらしく、最初はワンポイントらしく対ピンチ B と奪三振、ストレート DD でスライダーが CD ね、これでいきましょう。はい、じゃあ始めていきます。はい、それでは最後にゲームの難易度、それそして球速レベルを設定しましょう。でこれに関してだけど、まあ昨日やった感じ、まあ強いだと正直完封できたんですよ、完封できたけど、でもあれ王の雄大投手を使って完封だったんですよね、確か何だっけ70球完封ぐらいサクサクできましたけど、現状あそこまで強くないというか星の数があれの半分以下しかないんで、まあなんかずっと強いぐらいでいこうかな普通にね。多分パーフェクトとかスピリッツだとやっぱ相当何ギリギリついてベストピッチ繰り返さないと、まあ強いぐらいがね多分ちょうどいいかなっていう感じがするので、まあ昨日の、ね、同じ感じでテストプレイした感じと同じずっと強いで遊んでいきたいと思います。でここはまあベーシックでね遊んでいきます。はい、まあ打つ方ねあんまないと思うんですけど、じゃあ始めていきましょうか。はい、
始まります。球団事務所、はい、いや小林正人くんか、よく来たね。これあれかな、オーナーかな、あれかな、大島新オーナーかな。3月だとそうね、多分大島オーナーかな大島オーナー、白井オーナー退任しちゃったから大島オーナーかな。はいはい、入団会見で、うん、あ、編成を任されてるんだ。あ、編成の人がこの人、はいはい。我がチームへの入団となったのも何かの縁だな。私もこれからの活躍を期待してるよ。はいはい、うん。自分の能力を周囲から認めてもらうには実際に試合で結果を残すことが重要だぞ。まあいつも通りですね、マイライフと同じ感じの導入でしょうかね。結果を出せば給料だってついてくるからな。はいはい、あ、高いじゃん。その年俸だが初年度は1500万。今満額ではないんですよね。1500万って実を言うと満額ではなくなったんですけど、なかなかいい額もらえましたね。前年までの全額額ですね。はい、これからの増減は君の活躍次第ということだね。せやな、はい、うん、はい。まずは春季キャンプで体を作って開幕一軍、そしてスターへの道を駆け上がってくれ。やっていきましょうか。お、出てきた、はいはい、町田さん。町田さん、これなんか前あれか、半年前になんかで、ね、打者編で軽く遊んだ時に確か会ったことあると思うけど、俺はこの球団で働いている町田雄一郎さん。はい、町田雄一郎さん、これドラフト何位なんだろう、1位かな。期待のルーキーとして春季キャンプに参加した小林正人、キャンプ中から首脳陣から課された球速、スタミナ、直球中心として、まああれか、なんかスタミナ普通になんか先発調整でもされてんのかな。はい、うん。練習は試合がある日に自動で行われます。このあたりね、正直ね、前やった時全部スキップしてあんまり読んでないんですよね。練習が実行されると経験値と疲労がたまります。経験値が一定値に達すると能力が成長します。はいはい、どういった練習を行うかは練習設定で設定します。うん、練習メニューと練習強度か、はいはい。練習メニューではどの能力の、まあこれはいつも通りの感じかな、普通に、うん、マイライフと同じ感じかな。で、練習強度ってのがちょっとあんまり分かんないけど、練習強度は得られる経験値の量と疲労のたまり方に影響します。はいはい、なるほど。練習強度を高めるとあれかな、これなんか変更できるの、これ勝手に、これコーチの、これ勝手にコーチが貸したやつ変更できるのかな。コントロールと、ストレートの制球とスライダーの変化量と、これ勝手に変えていいんだよね。変化球、こうでいっか、スライダーとかでいこう。うん、スライダーとかで、スライダーとかで普通に練習でいいかな。うん、あ、シュート覚えれんの、ここでできなくない、シュート。新しい変化球は多分あれじゃない、キャンプやってないから無理なんじゃない。さっきあのコーチに無理やり球速とスタミナとなんだっけ、なんかそんな感じやらされたから多分できないと思う。キャンプしかできないから、コーチがねつけてくれればよかったけど、ちょっとねいきなりですけど、スライダーだけのピッチャーですけど、そうそうそう、強めにした方がいいの。じゃあちょっと強めにしようか。じゃあ強めに、じゃあコントロールと変化球の特訓をしていきましょうかね。で、基本的には1年間をまずは目安としてね、今回スタープレイヤーやっていきます。だから年間1年間143試合ね、どこちょっと開幕1軍逃してしまうかもしれないんですけど、基本的には1年間ね、プレイしていきたいと思います。で、2年以降はね、様子を見ながらやっていきたいと思います。まんまね、中日優勝にぜひともね貢献したいなと思いますんで、やっていきましょう。はい、で OK。 はい、厳しいプロ野球のキャンプで汗を流す中、チームメイトとも打ち解けていった石川、お、ああ竹内投手、はいはい、
すごいね、なかなか高卒と普通になんか岡野投手あたりとなんか仲良くなるかなと思ったら高卒と仲良くなったんですね。高卒ピッチャーと、はいはい、あ、岡野投手来たね。岡野投手、はいはい、岡野投手、あ、全員入るんだ、はいはい。あれ石川くんは、あれ石川隆くんいないの、あれ消えるのこれもしかして、え、竹内、岡野、橋本、岡林、郡司、あれ石川くんは、あれ石川くん消えるのこれ、え、ちょっと待って、何それ、いよいよオープン戦、はい、はい、オープン戦が始まって、あ、与田監督、小林正人が与田監督から提示されたオープン戦出場は3試合、この期間中の、成績が自責3、あ、自責2以下ならば開幕一軍の座を射止めることができる、はいはい、自責2ね、3試合で自責2だから、まあ、失点は関係ないってことね、多分失点は100失点しようが自責でカウントということなんで多分いいと思うんですけど、ちょっと気になるのが石川くんいねえっていう、あ、いるじゃんいるじゃん、あれなんで石川くんだけ仲良くなれなかったってこと、何それ、石川くんだけ何仲良くなれないのこれ、このゲーム、悲しい、何それ、石川隆也くんとだけ仲良くがなれなかった嫌われてんな、ちょっと なんだろう、何これマジ、何なの本当に、何のそれで、待って、これちょっと見よう、なドラフト何位とか見えないのこれ、24歳か、はいはい、うん、まあ、ストレートとスライダーしかないですけど、一応ピンチに強くて奪三振がついてると、で中継ぎと抑え適性が持ってる感じか、打撃に関しては絶望的と、はいはい、うん、まあ、特に、まあ、この辺りこれ見れば分かる通りそんなに強くはない感じですね、うん、選手名鑑はこれないんじゃない、あるのかな、選手名鑑ないね、はい、じゃあまあやっていきましょうか、で設定ちょっと軽くいじるんだけど、ベーシックでミートカセルはなし、これマイ設定と一緒かな、はいはいはい、まあこれでいいかな、うん、じゃあこれで遊んでいきます。さあ早速まずオープン戦いきましょうか、オープン戦、お、あれ先発なの、あ、これ先発なんだいきなり、へーへーへー、先発か、フィールドプレイは、あ、まあまあ全部やっていくけど、投球だけ自分で操作でいきましょうか、いや、バッターも、バッター、待って、バッターこれ自分でやりたいバッターできないとこれ、バッターバッターやらせて、バッターだけやりたい、 OK、 まあいいや、先発でいきましょう、はい、これ適正大丈夫なのかな、とりあえずってか先発ってことは何、1イニングじゃない、2イニングくらいいく、3回、何 ?9 回投げさせないのこれ。9回投げんの計3試合で。国士やん。マジか、9回実績2か。結構厳しいな。うわ、しかもセーブじゃん。やだ、やだ、やだ。待って、左のワンポイントでやりたいのに。いやー、ちょっと、まずはドラゴンズの先発小林マウンドに上がります、はいはい、さあライオンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか、いや怖いな、はいはい、まあここだよね、やっぱり球種少な、ベストピッチ狙っていきたいけど、まあ、出なかったな、スパンジェンバーグ、長い人、名前が長い人、あの、そうですね、あの後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたい、まあ、ここつきましょうか、という思いで自分はやってました、オッケー、なるほどね、わー怖いな、初球から振ってくるの怖いな、2球目ここ、オッケーオッケー、いいボールですね、はい、外のストレートがストライク、本気でノーボール2ストライクです、本気でさ抑えに行かないとこきついよな、打ちました、うわー取れないのか今の強打、ちょっとのエラーです、あ、よかった、まあでもセーフセーフセーフ、これはセーフよ、
自責にはならんから、あの失点にはなるけど、まあ、バントの技術がしっかりした選手なんで自責にはならないからセーフ、はい、ここさあここは送ってくるんでしょうか、はい、まあここねランナースタートキャッチャー送球して盗塁成功ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。まあちょっとヒットになった。おいおいちょっとやばいやばいやばい、ドラゴンズさらにピンチになりました待って昨日の大野投手全然違うじゃん。できれば3勝マジか、2球種しかないのでこんな辛いか。そうですね、なーまあスライダーじゃなくここ行こう。初球は何から入ってくるか、うん、いいとこ厳しいな。これが2球目、これは手が出ないか、ストライクを。さあ次のカウント追い込んだので、いよいよ三振狙いですね。うん、そうですね。どうどうどう取ってワンアウト。オッケーオッケー、ここはちょっと待って、を切っていきたいですね。いやースライダーしかない状態でこのバッターすごく怖いけど、その警戒すべき中村がバッターボックスです。ちょっといい当たりだ、伸びていく、どうだ、入った、おー先制のスリーランホームランです。西武ライオンズ、ドラゴンズ痛い一発を浴びていますマジかよ、先制を許します。3対0、4番に一発を浴びてしまいました。これ二軍暮らしかよ。ご覧いただきましょう、警戒はしていたのですがここで打たれました。自責はこれ自責って多分2だよね。でもだからこっから1失点もしなければセーフ、はい、OKOK、実績2以下だからあの失点だけど実績は大丈夫、 OK、 ここからここから初球ストライク、スライダー捉えられないな。ライトへ打球伸びる、 OKOK、 ライト掴んで2アウト、バッターボックス山川、2球種に作り直す、いやこれでやるから、これでいこう。初球大きく外れています、打ちました、大きな打球になった、センターさん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました、ドラゴンズその差を4点、オープン戦切り替えとこう、うん、2軍暮らしから始めよう、ここははい、ね、オートでいきましょう、はい、2軍から始めよう、はい、あ、ダメじゃん、普通に打たれてるわ、オートで打たれてる、オートで6失点してる、うん、オートで失点してんだもん、どれもなんないボコボコまあ切り替えていこう、うん、いや強い強いな本当に、なんだこれ。オープン戦も今日は自責2以下に対して現在の通算失点は、あ、でも自責、あれ自責4か、あれこれ何、じゃあ何、待って自責、あ、そうかそうか、あの失策で絡んでるから自責にならんってことか、うん、まあでもどっちにしろどっちにしろダメですね、うん、はい、とりあえずなんか打たれたけどスターレベルが上がりましたね。スターレベルとは主人公がどれほどスター選手かを表したものです。うん、まあなんか上がると人気らしいです、スターレベルが。でまあここもう現時点ダメなんで2軍暮らしから始めましょうかね。前回苦しい出来だった小林正人、まあここ全部ちょっとオートでスキップいきましょうか。ちょ、バッターだけやろう、バッターだけ自分で操作しよう。あ、違う、これあれ、あ、これ DH か、オート、はい、どうかな、オートでやってみよう、結界、いや普通に失点するかい、3失点、はいはい、2回を投げて被安打3、自責3だった。おー、なかなか燃えてますね、元気に。なかなか守護神への道は険しいですね。ここまで自責の多い、せやな、まあ自責多いですけど、はいはい、で、お、スキップいこうか、結界、
お、初めて無失点。ボッコボコやん、ボッコボコにしてるわ中日が。いや初めてだけど、でもこれどっちにしろ、オープン戦を実績7に終わった小林正人、与田監督から2軍スタートを言い渡された。せやな。うん、あ、阿波野コーチが特別に2軍を巡回し小林正人の指導に当たることとなった。へえ、いいのかな、大丈夫かな、1軍いないよ。お、なんかカメラマンか。はいはい、うん、スポーツ記者の斉藤貴博さん。はいはい、うん、今年からこのチームの担当になったんだ。中スポかな、これ皮肉かな。先日オープン戦を見せてもらったんだけど、プレーの中にキラリと光るものを感じたね。ちょくちょく取材させてもらうことになると思う。はいはい、うん、まあ斉藤さん出会いましたとさ。シーズンに入ると週に一度自由行動日があります。自由行動日には出会った人や選手と交流が可能です。プライベートコマンドの中にある人物交友画面、あるいは選手交友画面を確認してみましょう。はいはい、ここか。人物、選手の方がいいのかな、人物より選手で。うん、自由行動日は交友する選手を遊ぶことが、あ、選手を選ぶことができます。はいはい、だからこれ石川貴也くんがいないからさ、石川貴也くんが成長できないっていう。チームメイトの選手との交流では相手を練習に誘えることがあります。練習を誘うと相手を成長させることができます。石川くんいないんだよな。うん、自分の星が上回ってればより成長し、自分の星が下回れてればあまり成長しません。うん、はいはい、まあとりあえず、え、待って、今なんかちょっと待って、なんか重要なこと見逃した気がする。2つ目は相手選手が新しい特殊能力を習得します。投手の場合は球種を習得することもあります。ああ、だから強化できるんだ。3つ目は相手選手が所持している特殊能力や球種、あ、これで何覚えるじゃん。3つ目は相手選手が所持している特殊能力や球種をラーニング能力として登録することができます。これか。また代わりに練習経験値を習得、獲得することもできます。はいはい、選手交友を駆使して自分とチームの強化を図りましょうということで、これは何、これはなんかもらえるってこと。え、じゃあ何、橋本選手とあたりからスラーブとかもらえるのかな、スラーブとか、なんかカーブとか、なんかそのあたりもらえるのかな。球種的には、まあ岡野投手と仲良くしたいな、同期だし。うん、縦スラ行く、橋本投手のじゃあ縦スラもらおうかね。あ、でもどっちでもいいのか、どっちでも多分もらえるのはあまり変わんないのか、どっちでも。あ、そうね、でもサークルチェンスがあるし、橋本投手の方がなんか良さげか。うん、じゃあ橋本投手いこう。はいはい、橋本投手。うん、結構似てるね顔。橋本に連絡を取った。一軍と違う、戦うステージは違えどチームの仲間ってこと。橋本投手は一軍か。僕二軍なんで、橋本投手は一軍なんだね。うん、忘れないうちに。お金はもらえるんだね、しっかり。はい、うん、アイテムショップか。まあでもお金はやっぱ貯めたいね最初は。うん、シーズン開幕当日を迎えるもオープン戦で首脳陣の心をつかめなかった小林正人、開幕2軍スタートとなったが彼の巻き返しはここから始まる。うん、はいはい、そうですね、1軍昇格行きのチケットを手に入れたいと思います。そうですね、はいはい。あー、なんか2軍、なんか2軍っぽい BGM。 え、これちょっとカレンダー見て、日程は、あ、なにこれ、いきなりロッテとあるじゃん。ロッテウエスタンだけど、広島と阪神とやって
ロッテとやってソフトバンクとやってオリックス巨人って感じか。まあでもリリーフなんでね。あれ先発かな、もしかして先発やらされるこれ。はい、今日の相手はあブルペン対決か、よかった。じゃあちょっとブルペン見ていきましょうか。でフィールドプレイはあんまりねリリーフなんでね、たまにしか出番ないですけど、ちょっと見ていきましょうか。はい、投球は自分で操作していきます。全球操作でいきましょう。でバッター一応自分で操作でいきます。はい、いきましょう。これなんか2軍のスタメンだって。2軍うん、三間投手が先発、医療を渡辺勝、遠藤、石川俊、ネオくん開幕2軍か。石垣、伊藤康介、木下選手が開幕2軍ね。ピッチャーとしては心強いキャッチャーが2軍にいてくれますね。で滝野選手、まあ、これいきましょうか。はい、見ていきます。セカンドエンドまあいろいろあるよね。うん、あバッティングないか、そうかそうか、ウエスタンはそうか。お待たせいたしました、広島東洋カープ対お地方球場ドラゴンズ、まもなく開始でございます。結構お客さん入ってるね。おド派手に失点してるな。登板 ありそうじゃない、これありそうじゃない、クローザーとしてないじゃん。まあリリーフだからね、こういうこともあるわな。てかこういうことの方が多いのか。あれ岡田投手いるじゃん、ちょっと待って、なんじゃこれ。なんか豪華だね。三間小熊、田島、岡田投手クローザーやってるよ、すごっ。うん、まあじゃあどんどん進めていきましょうかね。出番あることないことあるんで、どんどんねやっていって、はいはい。でブルペン待機で、まあこれねガシガシ進む。あれ橋本投手明日で先発か。ほうほうほう、トレーニングかラーニング設定、あそうかそうか、あとでやろうか、これはあたりやりましょう。ラーニング設定でお待たせいたしました、どこかな、登板あるかな。これ登板させて、登板したい。ゴンサレス2軍かよ、なんで出番ないよそりゃ。ゴンサレスだもん、橋本ゴンサレス投げてんもん、橋本、田島、ゴンサレス、いや強すぎだってウエスタン。はいはい、でここ何、あラーニングできないじゃん、まだできないんだって、まだできないらしい。だからあれか、こういう選手交流かなんかでもう少し仲良くなんないとダメなのかな。じゃあ橋本投手と仲良くなろう。ここは俺多分何、一番このゲージがマックスにならないとダメなのかな、これ多分。うん、だから橋本投手にちょっと何しばらくくっついて毎週何遊びに誘いに行こうか。はい、橋本投手遊ぼうぜみたいな。あ食、何これ、食事とどっちがいいんだ、練習すると、いやどっちでもいいのか。うん、でも練習まだ体力的に疲労も溜まっていないし、ここはなんか練習ちょっとしようか一緒に。あんまりなんか食事よりここはね練習しよう一緒に。はいはい、うん、ブルペンで投げ込んだ。おいいねいいね、あれまた、はあ結構なんかあれじゃん、暇だね意外と。で橋本投手もう一回、また橋本投手と練習、ずっと2日連続でブルペン入りで、でウェスタンリーグ、はい、そろそろ登板欲しいな、調子いいうちに。あおお、なかなかすごいピッチャー来たな。あ石川翔投手先発、早くでも1軍上がりたいね。うん、お待たせいたしました、結局これも多分マイライフの普
普通に我と一緒で結果残し続ければってやつよね。あーこれなんか出番ありそう。この打ち合いは出番あるでしょう。来た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 。いよいよピッチング練習なしていくわ。左か、まあそうだね、ここまず。おおちょっと、おいきゅ、いやあそこのコース弾き返されるな。やっぱベストピッチ出ないとダメなのかな。ストレートをまあ外に。オッケーオッケー、よかったかな。スライダーがきついな。うん、マルテ高めスライダー。多い球、こういう球か。こういう球をもっとで、クロスファイヤー行こうか。あんまり怖いけどクロスファイヤー行って、でここで外角から曲げる。この球最後そこいいね、いいね。このピッチングができればかなり抑えれそう。じゃあちょっと上から全力でいこうか。最初初球全力、相手の初球全力、入りやっぱ大切だから。でこっからちょっと曲げよう。これ大丈夫でしょう。ファールファール。でちょっと外に外そうか。からの高めから入り込むスライダー。オッケーオッケー、ナイスピッチ。いいね、今日はなんかいいピッチングできた。よかったよかった、ようやっとる。2奪三振の好投。ホールドホールド、いいねいいね。さあどんどん評価上げていきましょう。はいはい、2つの三振、ファン4人増えたって。よかったよかった、イレブンスポーツとかで見てくれたのかな。おお、ホールド、ほうほうほう。初奪三振と初ホールドでスターレベルが20か、20上がった。うん、じゃあもう一試合やっていこう。まずは橋本投手に一緒に練習して、チェンジアップかな、チェンジアップか縦スラ、まあ落ちる系か逆方向の変化球がね、ここは欲しいですね。うん、小林正人投手はなんかね、こういうフォームがねないらしい。うん、ないらしくてなんかなくなっちゃったらしいよ。で再現ができなかったっていうさっきコメントもあった。まあこれ欲しい。あー来た、5早いな、5回か。はいはいはい、5回か。うーん、初球スライダー、オッケーオッケー、いいですね。まあこういう打たせる感じを大切にしていきたい。ここで、これは打てない。もう一球同じとこ行こう。あーやっぱダメかやっぱ基本が対角か、対角線攻める感じでいった方がいいな。丸って怖いな。ちょっと初球怖いけど高めで全力。もう取ってくれない。ボール球とかうまく使いながら行こうか。オッケーオッケー、これがあれまあいいや、ピンチで。オッケーオッケー、ピンチ、ピンチ B。 ここクロスファイヤー、外から曲げようか。これはいい球。一球内角高め。いい球、これ、いや、この攻めだな。ある程度反対意識させてっていう。あ、井上。井上か。一発のあるバッターだけども。やっぱここ取ってくれるとありがたいな、本当に。内角、あーちょっと外れた。ボール球うまく使いながら
ちょっとカウントが良くないけど、ここからでスライダー、オッケー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 、これ上もっと見えないの、あ、ちょっと待って、これリプレイで見ると、これもっと上見えないのか。いやいやいや、やろうやろう。オッケー、ナイスピッチ。いや今の失点になっちゃうんだな、悲しいな。あ、またぎ、貝またぎ。わー、島だってあれだな、上、あれアジアウィンターリーグでねえ、確かすごい売ってたよね、確かこの選手だったよね、ウィンターリーグで売ってたの。 OKOK、まあ外からのやっぱスライダーを基本にはしたいんだけど、でここを使おうか、あえて。ただしっかりカウント取っていくのはスライダー、一球発動、オッケーオッケー。さあこのね、単位左の攻めがやっぱり重要だと思うから、高めのスライダーから外にきっちり外を入れてから、もう一球外を外すわ、でこの頭を生かす、 OKOK、 2回なんだかんだって2-1か、2回1点まあまあ、なんだかね、これ、おお、救援勝利じゃん、よかったよかった。うん、まあようやっとるでしょ、これはむしろ評価上がるんじゃね、これが初勝利か、よかったよかった、あーよかったよかった、失点。おお、今日はいいプレイを見せられたが、一軍昇格まではもう少しかかりそうだ、皮肉かな、いいプレイはなかなかいいプレイなのかな、あれは。まあちょっとまずいプレイありましたけど、2軍では1軍昇格を目指して試合に出場することになります。まあこれはマイライフとかと一緒かな、試合で活躍してプレーアピールすることで1軍昇格が近づきます、コーチの交流ランク上がると1軍昇格しやすくなりますので、早く1軍に上がりたいときは試してみましょう、はい、はいはいはい、うん、まあでもよかったね、いいピッチングができたわ、これ初勝利かな、うん、これ多分報告専用か、でもう1試合、さすがに3連投はないと思うけどな、うん、ガンケル多分登板ないと思うけど、うん、登板ないんじゃね、さすがに連投連投連投ってあるかな、あ、ないね、普通に田島ゴンサレスっていう、てか強くないか、結構ガチめじゃね、系統が三間田島ゴンサレスっていう一軍のリリーフクラスが普通に出てるね、よっぽどじゃない限りは、あ、これでプライベートいけるか、あ、プライベートか、ここでやろう、あ、橋本投手いけるじゃん、あ、これ後飛びじゃないのか、次へ、休日は休まなきゃいけないのか、なに、休日橋本投手呼び出して行動とかできないのか、あ、佐々木じゃん、あ、違う、こっちかこっちの佐々木だった、うん、あれやな、外れ1強豪の方やな、で、これいきましょうか、はい、橋本投手、競合した方たくさん、まあ、両方競合してるけど、お待たせいたしました、
ロッテ戦か、一軍だ。おお、来た来た来た。試合を壊さないように。まあまあまあ、この場面は別にね、まあ、ビハインドなんて気楽には行きたいですけど、まあしっかりね行きたいわけですけど、藤原か。まあここ、お、いきなり打ってきた。さあ根尾くん、オッケーオッケー、いいね。藤原打って根尾が取る。まあスライダー行こうか。さあ、次ここ、追い込んでからはまあストライク、ちょっとインコースに外す。この決め球よ。ね、外すら、外すら使おう。今の取ってくれるのありがたいね。はい、ここボールでもいいからの外いっぱい行きたいけど、どうかな。外いっぱいアウトロー行きたいけど、ここ行くか。 OK、いいね、ナイスピッチ。これはいいピッチングでしょう。あ、カイマタギ、またカイマタギか。結構投げさせるね、ルーキーに。うん、あ、石橋、あれ石橋ファースト、あれ、まあ守備どうなってる。あ、ファースト石橋、はあ、はあははあ、セカンド伊藤、まあセカンドね挑戦してますけど、でキャッチャー木下、サード石川俊、あれ石川隆也くんいなくね、あれ石川隆也くんいないじゃん。一軍かな。4番サード石川隆也入っててもねおかしくないから、石川くんいないもんね。はあはあはあ、一軍か、すごっ。一軍だから出番、何、会えなかったことかな。チャタンと読谷で、ここ、さあさあさあ、こういって、まあこの交互の出し入れだよな結局。これはどうぞ、取れないか。バント？いや、バントはここに。もう一球バント来るかな。来ないか。うん。この勢い勝ちたい。おわっと、捉えられた。久しぶりのピンチですね。ここバンドか。取れない。ちょっとくそ、満塁ですね。タイピンチでも発動したね。さあこっからよ、こっからよ、セルフピンチ。ピンチ登板で出てきたと思って行こう。さあ追い込んだんで一球ここに。もっと遅い球欲しいな。これが無理だ。グランドスラム。渋い。試合壊れたね、ビハインドとはいえ。でまだ登板終わんないもんね。 OKOK、 これは打ち取って、ネオくん、ネオくん、
2軍やな。ちょっとマジで遅いだもんしな。よく OK。 うん、まあ2回4失点か、2回4失点の好投ですね。でまあ一応救援当番ということで、多分これ評価下がっちゃうな。途中までようやと名古屋球場のヤジすごそう。いやあのね、声援がすごいよ、多分声援が、いや小林頑張れーみたいな、小林負けるなーってやつ分かる人だけ分かって、うん、一発のアーチを浴びてしまった。まあまあしゃあないな。うん、試合なんとなく8人減った。ファンそもそもあんまいないでしょ。あ、佐々木じゃん、本当の佐々木来た。うん、名古屋球場のあの人ね、あの人結構ね、でもね、単純な純粋な応援で結構すごいんですよね。うん、8人以上ファンはまあまあまあ、てかまた稼るのやめてほしいな。ちょっとなんか普通に1試合1登板で終わらせてほしいわ。ホールド記録したらもうそれで終わりぐらいの。おうおうおう、打たれてる、早いな。お、ピンチじゃん、嬉しい嬉しい、ピンチ登板。おお、これで追い込んでますから、外からいっぱいに最高のボロ取ってくれないか。んー、なんか集中力がないな今。ここへ、オッケーオッケー、いい球、これはいい球だった。ちょっと甘いね今のは。さあこの一球を生かしたい。うん、決め球にさっきの球がね、もっといけばいいんだけど。で外から曲げます。うん、 OKOK、 あーよかったよかった、ピンチ脱出。そっか、ピンチ脱出だと評価上がるのか。うーん、外から、いや内に曲げよう。 OKOK、 これはおお切れたか。もう一球同じとこ、いや振ってくるな。でこっから外から、うん、いいですね。さあ無事に今日は終わりたい。またかい、また来たけど、今日は無事に終わりたいね。取ってくれた。でここ、なんか投げる球ないな正直。チェンジアップとか行きたいけど、チェンジアップ投げてからストレートとか行きたいけど、球速の差かな。あ、でもこれはいい球、ようやとるな。今日はよくやってんじゃない、評価上がるでしょこれは。このピッチングは多分見てくれるよ。三村さんもこれはね見てくれるはず。あと1球どこ行こうか、うん、投げる球ないからね、正直ね、確かに緩急もクソもない感じはあって、辛いといえば辛い。これはこれどうよ。あー、うーん、まあそうか、ベストピッチいかんと打たれるな結構ストレートは。うん、キャッチャーね、キャッチャー、ようやっとる今日。あれ待って、2、3回目やで、これ3イニングやで、これきついな。はい、二村さんちょっとつらいな。ちょっとね、
なかなかこのタイプで2巡目とかに回ってくるときついけど、まあ際どく行くしかないな、ここは。あっと、ごめん、今日2つ当てちゃった。その次のピッチャーに対して、じゃあバッターに対してこの投球できてるからな。さっきのデッドボールなんやねんって感じだよな。これ閉鎖でしょ、いけるいける、ようやっとる。もうさすがに次のイニングないでしょう。うん、よかった。わー、何これ。いやー、これだったらもう1イニング投げてよかった。6失点、ロッテ相手に9回6失点。いやでもよかったね、いいピッチングできたわ。防御率だいぶ良くなったでしょう。うん、2回3分の2 2回3分の2。いやー辛いね、2回3分の2に投げさせるのは結構辛いよ。それ疲労たまるわな。でここでの10奪三振、自由行動日かで、成績ちょっと見よう。これどこで見えるの成績、こうじゃなくて防御率 5.87。 まあまあですね、まあまあ。でプライベートでここで橋本投手行こう。橋本投手、うん、橋本投手に何だろう、まあ落ちる球かチェンジアップかなんかね、教えてもらいましょう。はい、さあ教えて。練習の方がいいのかな。まあ練習でいこう。ちょっと疲労がなんか溜まってる感じもあるけど、うん。お、橋本選手の攻撃値が最大になった。攻撃により相手選手の攻撃値が最大になると次の3つの効果が発生します。これさっき見たやつかな。うん、新しい選手が追加されます。はいはい、攻撃した選手と仲のいい選手が候補となります。なるほど、攻撃した選手が新しい特殊能力を習得します。うん、あ、これか。ラーニング能力か練習経験値のどちらかを選んで獲得することができます。この3つ目が多分惜しいですかな。あ、鈴木博士投手、はあはあはあ、橋本投手に急速鑑定。鈴木博士投手がなんかお友達になったね。うん、じゃあラーニング能力ね、習得しましょう。ラーニング能力で何が選べるのかな。あー、これか。はあ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 、サークルチェンジか縦スラかな、どっちかかな。うーん、なんだろうな、まあどっちでもいいけど縦スラに行く。まあスライダー2種になっちゃうけどな。サークルチェンジ、縦スラ人気ね、なんかみんな。サークルチェンジいいんじゃね。結構なんか意見分かれてますね。うん、まあ本当はねシュートとかね横の変化でできるとよかったんだけど、そうねそうね、サークルチェンジ、うん、縦スラ、サークルチェンジの方がちょっと人気かもしれんな。橋本の縦スラ強い。ああ、これ球威変わるんだ。あ、そういうことか。ああ、そういうことか。ああ、なんだなんだ、橋本投手の縦スラを覚えれるんだこれって。あ、じゃあ全然そうじゃん、縦スラの方が絶対いいじゃん。球威 C、 はあ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 、球威 C、 変化量 D、 コントロール F、 そういうことか。じゃあ橋本投手の縦スライダー覚えよう。さすがにサークルチェンジだと球威 E とかになっちゃうから、これだったらあの橋本投手の縦スライダーでしょう。うん、これ縦スライダーもらおう。はい、ラーニングリスト、これどうなんだ。でラーニング、あ、K の元さんがトロフィー、選手交流ビーナー、はいはい、うん、はいはい。でこれ、おお、これがトロフィーを獲得、スターへの第一歩、まあスターへの第一歩らしい。でラーニング設定でここで選べばいいのか。その状態で試合に出ることで能力に関する能力に、その能力に関する能、経験値が溜まっていき、経験値がいっぱいになるとその能力を本当に身につけることができます。へえ、じゃあつけようかなんか縦スライダー。これで覚えたの、覚えてないか、まだか。とりあえず
対象の球種を投げることにプラス1、はいはい、あ、投げれるんだ。対象の球種でアウトを取ることにプラス3。じゃあ投げれるんですね、この時点で。へえ、いいじゃん。なんか学んでる感じがしていいね。はあ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 。じゃあちょっとソフトバンク戦いきましょうか。ソフトバンク怖いな。はあ、まだでもソフトバンクはやっぱ怖いよね。ちょっと縦スラ使いたいね。縦スラ経験値490稼げば。なるほどね、それはかなりいいね。橋本投手の縦スラが覚えれるのは大きいね。あ、晴れてる、よかったよかった。投げたいな、この試合投げたいな。あ、早い、ちょっと縦スラ投げようか。さ、うわー、強えじゃん。ちょっと待って、すげえ強いじゃん。いやこれ実質、待って、普通に強いじゃんこれ。実質習得したようなもんでしょこれ。制球は確かにあれだけど、そうね、制球ちょっと難しいけど、おお、制球怪しいけど、いいねいいね。まあでもバントか、いきなり。もう、うーん、ここじゃちょっと縦スラ行こうか、外に。いいねいいね。落ちる球あるだけで全然違うな。ただ球速が同じだから、そんなに緩急としては生まれないね。じゃあここストレート行こうか。ストレートちょっと一回外に外すわ。甘い。でここに、ちょっと待って、あ、よかったよかった、音だけ。ようやっとる、怖っ。地方球場怖いな。上ここまでしか向けないんだね。わーっと守備、よかったよかったよかった、なんとかさばいて。オッケーオッケー、これ貝またぎですね。今日も貝またぎの貝ですねこれは、完全に。うん、まあ球速としての特にバリエーションが増えたわけではないですけど、やっぱり立てへんか。さあエンド、え、ショートエンド、すごい、ショートエンド守ってる。ウエスタンなかなかすごいね。ショートエンド、さあ、まあここちょっと縦スラもう一球使っちゃおう。はいはい、でここでインコを使う。取れんか。さあショートエンド、ショートエンド、あーっと、そうか、ダメか今ので。バントは阻止したいから、あ、そっちか。おおおお、しゃないしゃない。ピンチですね。さあここへ、うん、まあ甘かったけど、外いっぱいに。オッケー、この球もっと投げたい。いやー、すっげー怖いバッターじゃん。甘くいったら打たれるもんね、絶対。やっぱ1軍クラスの選手ですから、ここは慎重にいきたい。追い込んでから、まあ怖いけどここ行こうか。オッケー、よかったよかった。エンドショート、おっと、マジか。あー、ダメか今の。さ、石川俊選手がさばいて、オッケーオッケー、ようやっとる。いや、まあ、守備に文句言っちゃったらダメだよ。普通にここはピッチャーがちゃんと打ち取ればいいだけだから。いやー、防御率が5点台か。でもまあだいぶピッチングの幅は広がってるから。あれ、今何、どういう、え、ちょっと待って、なんで、え、今、え、嘘、ちょっと待って嘘、今の何のヒット、これキャッチャー、あー、ダメか。
リプレイで見る。ああ、まあそうか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 、まあ飛んだところが確かに二遊間の間だね。うん、オッケー、とりあえずバントか、ワンアウトだけ取りましたんで、うん、ここへ。ドン。オッケー。追い込んでから、まあスライダー外から曲げよう。オッケーオッケー、ツーアウト、ツーアウト、うん。結構飛ぶな、やっぱ外怖いな。いい球いい球、これいい球、ここ使おう。あんまりね、なんだろう、使いたくないんです、高めないんで怖いんだよね個人的に。これ取って大丈夫、オッケーオッケー、ようやっとる。なんだかんだ言ってか、まあ、買いまたぎやってる割には頑張ってソフトバンクをね抑えてるでしょう。これはで防御率が5点台。うん。小浜さんに取らせない。まあでもそうね、評価は上がるよね。2回3分の2投げてますから。まあなんだかんだ言って、あ、13。いいねいいね。試合。おお、大竹。はいはいはい。なかなか悲しい情報ですね。相手先発大竹は昨年1軍で5勝4敗とチームに1勝の賞金をもたらしたが、今は2軍。登板予定されてないんだ。ああ、そうなんだ、予定されてないんだ。あ、じゃあこれ何、予定されてないんだ、次行こうぜ。これ普通になんか次行けばいいんじゃないの。スキップ、登板予定されてないんだったら、はい、ここまで行こう。また負けてるし普通に負けてる。あ、結構負けてるんだ。1、2、3、4連敗か。4連敗してるわ中日。そんな、まあウエスタンの順位ってまあそこまで気にするようなもんじゃないけど、 5.23 かで、プライベートなんか選手となんか遊ぼうか。うん、まあなんかあれじゃね、これって1人当たり1個だけか。鈴木博士と、わあカットボールいいね。へーへーへー、カットボールめちゃくちゃ強いじゃん、鈴木博士投手。いいね、カットボールは強いな。でもチェンジアップとかも欲しいな。カットはでもいいな、確かに第2でカットもらえるんだったらいいな。これ第2で一応今のうちに鈴木博士投手となんかウクレレとか一緒に練習したりしてなんか仲良くしとけば、これは何、ちゃんと後で使えるんだよね。じゃあこれちょっとカット、遊ぼう遊ぼう。 あれ待って、今できるの。あ、なんだ、休日か休日やん。じゃあオリックスです、連敗止めたい。うん、おお、郡司選手、指名打者郡司選手が絶好調で、相手が、はあ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 、まあ一発のあるバッターいるんでね、結構怖いといえば怖いですけど。うん、ストックはできる。縦スラもっと使っていきたい。そうねそうね、縦スラと、また雨降ってるし、ちょっと中日ドラゴンズさんはまたか、また負けてる。そうか、まあ縦スラたくさん投げた方がいいのか。そうね、まあじゃあ縦スラ投げようか。これはいいじゃん、1球で切り抜けた、いいね。このピンチは、この投球は結構評価高いでしょう。まあここから買いまたび始まりますけど、じゃあ縦スラばっか使おう、はい、おっとこれ逆にシングルでしょ、シングル。何のカス今、何があったの今、なんでなんか転がってたよね
送球が転がってたように見えたけど。あーでもか、併殺じゃないか。難しいな、やっぱ制球が低いと難しいですね。お、これ併殺、あれ違うかしゃらしゃない。いや怖いな。初球まず入って縦スラ使う。ここ決め球。あー投げづらくなっちゃったな。もう1球行こうか。でもまたがせるの結構でも、いやー一発あるな、怖いな。ちょっと縦スラ落として、決め球縦スラ落とそう。ダメか。うん、いいクロスファイアで、まあここも縦スラ使おう。難しいなやっぱ F だと。 OKOK、 あれファールか。ストレートここにクロスファイア、はいはい、で外に落とす。うん、今の取って、全力でクロスファイア行くわ。ここおお、マジか、失点か。ちょっと失点続くな。ツーベースか。じゃ全力で切り抜けたいから、はいはい、で縦スラで、ここ全力でイン、はい、オーケーオーケー。全力そうね、もっと使ってもいいね。まあ3回目、初球も全力使おうか打たれるの怖いし。決め球、そうね、決め球で全力使おう。うん、で基本的には縦スラで組み立てていって、ほいほい、これは大丈夫でしょう。いやー怖いなーこのバッター。やっぱり一発ありますから、ミートこそね低いですけど、やっぱこのバッターあるんで、ここ使おう。ほい、で縦スラで落として、決め球クロスファイアかな、ここ。オッケーオッケー、いいねいいね。の、まだか。あれ何回今、あー、ん？あれ、これか、これ投げた3回3分の1じゃね？3回3分の 1? 先発とあんまり変わんないんですけどね。さあ、初球ここに。うん。まあ、縦スラン、いや、ここ2球目ちょっと全力でいって。変えてくれないかな？そろそろ。あーダメか、甘く打っちゃったな。やっぱ甘く打たれると全然打たれねえ。でもシングルか、よかったよかった。怖っ。うん、今の取ってほしかったな、苦しい。うーん、まあ縦すら行きたいけど、ここちょっとインハイで、ふふふ、あ、変えてくれた、よかったよかった、変えてくれた、よかった、ようやっとるようやっとる。これはでも、あ、一軍昇格見えてきた。あ、よかったよかった。ちょっと防御率は死んでるけど、防御率5点台だけど一軍昇格が見えてきたね、よかったいいのかな、心配になるな。石川隆君は、あ、石川隆君一軍だ、本当に。ちょっと見よっか、なんか一軍の様子が気になる。
あーあー、待って、5勝7敗だったらまあこんなもんじゃない。広島強いな。広島めちゃくちゃ強いよ。すごい強いじゃん広島。広島強くてっていう感じ。他はまあぼちぼちって感じじゃない、開幕として見れば。うん、まあこんなもんでしょう。さあじゃあもう一試合いこうか。これ多分どうだろう、出番ある。あ、ブルペン待機か。あんだけ投げたのに。ヤクルトどうだろう。前強いと感じたの、あれ横浜とかも強かったね、エンドレス2020の時。あれと基本的には多分変わんないから戦力は。お待たせいたしました。横浜と巨人がでもなんだかね戦力的には優秀なんじゃないかなと思いますけど、どうかな。あ、また来た。あんだけ買いまたぎしたのに。買いまたぎした翌日。縦スラ行こうか、縦スラ。うん、んー、まあここつこう。ボールでもいい。で、縦スラ。いいね。そうね、縦スラでアウト取れると、確かボーナスもらえるんで、まあ積極的に使っていきたい感じはしますけどね。うん。はい。ツーアウト。いいね、今日ようやっとるな。ここへ。今日なんとか一軍昇格まで行きたいな。一軍昇格っていうとこまではなんとか行きたいから、ちょっと縦スラ落とそう。どうかな、ダメか。インハイちょっと使ってから縦スラ落とそう。お、エン、セカンドエンド、ダメか。そこやっぱ二遊間つらいな。あれ、ダメか、カンか。はい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 、初見さんいらっしゃい。そうね、どこ行こうか。投げづらいな。全力使おう、全力使ってここに。オッケーオッケーいく。でここで落とそう、これアウト。さあセカンド、よっ、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。いいピッチングできましたね今日は。うん、そろそろなんか一軍見えてくんじゃないの。一軍一軍。まだか。これで防御率が 5.14。 いいね、514。いいのか。ブルペン待機か、またブルペン待機か。来ますね、結構こう酷使きますね。うん、なかなか一軍でも多分買いまたぎあるだろうな、これ。この様子だとビハインドの買いまたぎとかから入ってってっていう感じじゃない多分。もうまた来た。これ買いまたぎのパターンじゃん。足速いな。インローいっぱい。で、縦スラで一回。甘い、あんま。ちょっと一回インハイ攻めて。からの外で落とすわ。ダメか、振ってくれんか。じゃあもうクロスハイでいこう。いいですね。よかったよかった。買いまたぎですね。まあワンポイントで終わるわけはないんですけど、そうね、まあ外すら使ってもいいけど、縦で初球縦すら入り、早い、甘い甘い、甘く入っちゃった今のは。毎試合、いや毎試合投げてますね、気のせいじゃないですね。ここへ、え、ん、え、
え、マジか。抜けるのか今の。つらいな。ジョーンズいるし。待って、今のリプレイ。エンドランで？あー、まあ、まあ、しゃないか。そのコースは抜けてない。ジョーンズいるんだけど。おい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 。ジョーンズいるんだけど。ジョーンズがいるんだけど、2軍に。待って、メジャーリーがいるよ。全力行こう。初球全力。外角いっぱい。え？ああ、よかった。ほうば。ちょっとメジャーリーが触れてこう。はい。まあ、このバッターも怖いですけど。これキャッチャーか。キャッチャー。あれ？ちょっと。なるほど。そうか。まあ、しゃないな。で、まず縦スラを同じとこ行きたくないから外に。インスラ。からまあ外いっぱいに全力。これいい球。噂は聞いてるよ。素晴らしい、いいプレーが噂になってるってね。ここ落とそう。まあちょっと失投だったな。怖いな。いや怖いけど。どう全。ああよかったよかった。やっぱベストピッチ出るといいですね。ピンチ切り抜けました。ようやっとる。まだ行くんかい。4点台来たけど結構またぐな。まあそれだけ評価は上がりやすいですからね、間違いなく。うん、これは大丈夫。そうね、タイピンチつけといてよかったな、これは。これ見ると、あれタイピンチ B だよね。うん。もう、これも大丈夫でしょう。オッケーオッケー。ようやっとるな。まあ、攻めやすいな、これは。あー、ちょっと。縦すら。はいはいはい、これは大丈夫。いやー、なんか多いな。辛いな守備が。自分含めて守備が結構辛いな。はいはいはい。で縦すら。おお。いいですね。結構負けてるけど、なんだかでもいい。多分そろそろ一軍昇格チャンス来るんじゃね。うん、一軍昇格チャンス。2回3分の1四死球出たしょ。まあいいでしょ別に。まあし、縦スライダー。あれ、これまだか。これ評価とかないのかな。ちょっとなんかコビ売るか。ん？これ与田監督に、ん？これさ、阿波野投手コーチとお話した方がいいんじゃね。とりあえずなんかコビ売りに行こうぜ。ここはね、一応二軍監督扱いなんで、投手コーチが。うん、ここ行こう。コビ売るわ。はい。おいいねいいね、アピールになった。おお、こういうランク2位になった。ああ、来た来た来た。マジやマジや。一軍昇格の兆しから一軍昇格目前になった。やったぜ。試合より練習した方が評価上がるんじゃね。あれ、これまだかってことはね、そろそろ。あれ、まだチャンス来ないんだ。あ、登板ないんだ。じゃあ登板ないんだでいいや。スキップして、次行きましょうか。ここまで。はい。
待って、負けてない中日 1,2,3,4,5,6,7,8 連敗してるよ今。大丈夫かな、心配になるんだけど。これウエスタンリーグの順位ってないよね、さすがに。8連敗してんだけど大丈夫。デスパイネデスパイネいる、デスパイネ怖いんだけど。あのさ、ジョーンズとデスパイネがいるウエスタンリーグちょっと怖いんだけど、投げたくないんだけど。デスパイネとジョーンズ。お待たせいたしました。中日こっち福田さん、福田ゼフ長なんかリアルがあるな。春先福田ゼフ長で二軍調整。兄弟、待って兄弟いるじゃん、やば。ドラゴンズ選手の8回の表、はい、兄弟、福田、木下、医療。うわなかなか豪華。軍事豪華ですね。ゴンサレス、谷本とか木下、いやー豪華ね、すごく豪華で。こっちも結構豪華といえば豪華。あ、まあまあまあって感じか。デスパイネがちょっと怖いな。デスパイネにはまあ回らないんでよかったですけど、ここはよかった。まあ1回で帰ってほしいな、さすがに。縦スラ使おう、縦スラで入って、さあ決め球縦スラ落としましょう。これはいい球。まあ縦スラストレート縦スラみたいな感じで組み立てようかな。ここででストレート、あこれいい投球で縦スラ落とすわ。いいんじゃね、これはいい投球。ここへ、あっ球が入ったな。いやーやっぱあれだな、甘く入るとちょっとでもタイミングずれると結構軽く弾く返されるね。いやでもよく打ちましたね今のコース。怖いな、縦すちょっとこういきたいで縦すら落とそう。あー取れちゃった、しゃないしゃない。ただカウントは、カウントどうだった、カウントは2ストライクなんで、ここまあクロスファイアでいこう。で縦スラ落として三振、あっと大丈夫大丈夫大丈夫、これは大丈夫。オッケーオッケー。あれこれ勝ち投手だね、よかったよかった。これ一気に評価上がるじゃん。無失点でリリーフ勝利、救援勝利、いいねいいね。これ2勝目じゃん、これ来るでしょ、もうさすがに。リリーフ登板の結果勝利が転がり込んできた。はいはいはい、これは来るでしょう。昇格チャレンジ来ないね、来ませんね、なかなか。これでまた休日、巨人か、はあはあ、ちょっと疲れ溜まってますけど、巨人だ巨人だ巨人巨人巨人。おーっと、い超大物来ましたね、岩隈投手。はいはいはい、岩隈、何これ丸いるじゃん吉川丸、はあはあはあ、丸がいるね。ゼフ長とはいえ丸がいるね。いやでも丸抑えてこその左キラーよここは。丸を抑えてなんぼよ丸を抑えてさ、丸とちょっと勝負したいな、ここはビハインドでいいから。ドラゴンズ、どっから、バッターは吉川か。まあ元中日対決というかまあ中日要素ですけども、まあ初球ちょっとピンチだし全力でクロスファイアで縦スラ、
一球ちょっと発想で縦スラで仕留める。ダメか、全力で外いっぱい。おお結構来るな。投げる球ないんだけど、スライダー外から曲げよう。おお投げる球ここかで縦スラ落とそう。オッケーオッケー、よかったよかった。危ない危ない。でまた吉川、いい球ね今の球ね。左バッターに対して決めることができれば結構効果的ですけども、ここ行こう。ほいで縦スラで仕留めるわけよ。あんま振ってくれた、ラッキーラッキー。これは火消しとしていいピッチングできたんじゃない。で開幕期がそうね、三振率は多分すごい高いんじゃないかな。てかまあ守備が絶望的に下手だから。おお危ない危ない、打球見えてなかった完全に。今完全に打球見えてないよ。見えてない見えてない。あーでここ丸か。ほうほうほう、ちょっと一軍で超ね一流の選手来ましたんで、ここがまあ一軍登板の試験みたいな感じで見ていこう。さすがに絶不調ではあるけど、まず外いっぱい行こうかな。お一球で仕留めた、何にもテストできなかった。はいはいはい、1球目そこ決めてインハイ後ボールでもいいで落とす。甘い、あ甘いな、ちょっと甘くいっちゃったな。いやー怖いバッターだな。んこれは任せていいな。さすがにこれで一軍昇格つかみたいな。 3.79 だったら上げてもいいでしょう。またぎながら3点台まで上げてきたのは結構好調だと思うけど、ここ行こうか。まあ左を仕留めるんだったらね、あそこ行きたいよね。やっぱり左ピッチャーだったらあそこのコースで、右がね正直課題ではあるな。右に投げる球が本当はやっぱサークルチェンジとかであればいいんだけど、なかなかないんで、まあ、逆方向の変化球は正直欲しい。ここ次サークルチェンジがあれかな、まあ、カット今鈴木浩志投手やってるけど、カットとサークルチェンジとか欲しいね。球速という意味であのカットボールとっていう感じかな。うんいいじゃんこれ、アウトアウト。あーダメだ。そうね、スクリューとかね、スクリューとかあとはまあサークルチェンジとか、うん怖いな、何やってくるか分かんないね。あこれ併殺、大丈夫？オッケー、いい守備。やったぜやったぜ、ぽいぽいぽい。さあさあさあセカンドいいねいいね、いい守備。うんまあ強打選手いるの大きいね、守備が全然違うわ硬さが。で岩隈投手が勝利と、はいはいはい、うん、これはいい。おお来た来た、はい、天野コーチに呼び止められた。ここ最近の活躍ぶりを評価された。一軍昇格を言い渡された。やったぜ。えもうあれもう一軍、あれちょっと待って、もう一軍あれ、えもう一軍あれ、チャレンジみたいなのないの、えもういきなりえいきなり来るのこれ、マジか。ごめん、なんかマイライフみたいなやつあるんじゃないの。
マジかよ。じゃあちょっと今日一軍登板やって終わろうか。初登板やって終わるわ。区切りいいとこで初登板いきますよ、いきますよ。はいはい、与田監督似てないけど。おお、スタメン一軍こんな感じだ。大島、阿部、アルモンテ、ビシエド、福田選手上がってきた。平田、どの上選手か。ショー、あれこれ反対の方がいいんじゃないかな。ショート、どの上、セカンド、阿部の方が多分いい気はするんだけど。阿部ショート、うん、マスターがショート。いやー、一軍登板いい試合にしたいね。いやー、名古屋ドーム来ましたよ。名古屋ドームどうかな。多分ビハインドの展開でしか登板機会ないと思うんですけど、だからこういう展開とか、こういう展開多分ないかな。来た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 、いいね。ピンチからの登板来ましたね。多分これ買いまたぎでしょう、おそらく。ドラゴンズ、来た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 。マウンドに上がるのは2番手の小林。さあ、緊張せずに。おお、今まあまあさすがにいいバッター来ましたけど、チャンスに強い松山選手来ましたけど、まあやっぱり左バッター相手なんで、ここをね抑えていかないと。まあ小林正投手なんで、ここはきっちり抑えていきたい。初球スライダー外、際どいコースですが、振ってくれないな。ワンボールです。全力インコース、あー、いい球ですね。褒められた。にかかったストレートで空振り、一球落とそうか。これが3球目。よくやった、いいピッチング。おー、のショート欲しい守備。この回の攻撃はここまで。おっと、あれこれ勝ち投手じゃね。ドラゴンズがまさかまさかまさかの、なんとか逃げ切りました。待って待って、これ勝ち投手か。緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れました。やはり救援勝利、プロ初登板初勝利来ました。すごく運がいい。初登板初勝利来ました。やったぜ。はい、小林正人は3回3分の1を投げ1勝目を挙げた。ようやっとる。ちょっともう1試合ぐらい行こうか。気分良くなっちゃった。ごめん、もう1試合だけ、もう1試合だけ行って。そうね、初ホールドポイントも。おお、これ3勝なんか結構運いいな。で、自由、ちょっと自由購読で、まあ、あれかな、鈴木博士投手でもいいし、いや、これはクローザー目指すためだ。いやー、まあ、球種欲しいな、球種欲しいから、いやー、ちょっとチェンジアップ欲しいな。きついな、なんかメンバーが、そこまで、そうね。小笠原投手か。ちょっとここはなんかあれだから、まだ別の投手行こうか。まあ鈴木博士投手のちょっとカットボールまず行きましょうか。まず仲良くなりましょう、この選手と。はい、鈴木博士投手に電話かけて、なんか食事取ってみたいな、一緒にお食事。はいはいはいね、繰り出して気さくに話のできる店やってきた。グラウンド上ではなかなかできない話が飛び交う。あー、これで疲労が回復するんだ。はいはいはい。で、ハマスターか。怖いな、ハマスター怖いな。一発あるもんね。あ、登板予定ないって今出た。ちょっと待って、戻る。あ、なんかちょっと見逃しちゃった。あ、登板予定されてないんだ。じゃあいいや、次行こう。あれ、じゃあ結構なんかホワイトじゃん。え、マジか。ちゃんと何、ちゃんと間隔空けてくれるんだ。すごい優しい与田監督。よかったよかった、優しい、すごく優しいじゃん。連投させられない、2回3分の1かける3連投とか。役割は、まあ、
まあロングというか、まあさっきちょっとビハインドでしたけど、まああれは逆転したからっていうのが大きいかな。よく晴れた天気に。多分逆転しなければ横浜スタジアムロングなんでしょうね。ロングでがっつりみたいな。うん、あこれなんか出番ありそう。はい、あーうっそー、2回はちょっとここは当然という交代でしょうか。ドラゴンズピッチャーを変えます。何やったの。小笠原投手でね、小笠原投手が1回3分の2を投げて9失点。さあ打席には先輩3イニングあるやめて、3イニング怖いな。さあまず1球目甘い、甘いコースでしたが見送っています。はいはいはい、縦スラで仕留めよう。力のあるまっすぐですね。はい、あー振ってこないな。面でしたが見逃し三振。よかったよかった。あーいや、またぎですね。買いまたぎだね。辛いな。1球目、初球変化球は空振りです。うん、いいまっすぐですよね。さあスライダーで仕留めたい。ストレート、ほいストライク、ナイスピッチ。変化球空振り。ファウルになります、うん、ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。三塁線ファウルです。まあ怖いバッターだけど、クロスファイヤーで一気に仕留めよう。甘いな。打ちました、浅いフライ。このフライはどうだ。あー全然守備のレベルが違う。そうか、平田さんってこんなに、いやいるとこんなに心強いんだ。平田良介さんがライトを守ってるこの喜び、ちょっと今のね2軍だったらなマジで落ちてるかなっていうぐらいだと思うね。いや外怖いな。でも外怖いけど内、これが初球、甘い、打ちました。これは浅いフライ。まあこれしゃあないな、単打だったらいいや。外ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスロペスか。どっちにしろ怖いな。まあここだよな、やっぱり横浜 DeNA さんの怖いとこはここだから。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。これはどうだ。あスリーアウトかアウトカウント確認しない。次はピッチャーの打順ですが、マジか、ちょっと待って、意外な。バッターボックスです。そうかそうか、これプロ初打席だ。もう少し長く投げてほしいということでしょうね。うん、そうですね。来た来た来た、打ちた打ちた、強振でいいや。厳しいコースにまず投げ込んでいきました、うん、甘く来たら打とう。あーいい球いい球、ちょっと打てないな今のは。カウントいいうちに、あ今のだな、ちょっと待って、今の打ちたかった。ボールツーストライク、ファウルです。とりあえずカットして、カットして粘ろう粘ろう、ここは粘ろう。球数、あーに当たりません。三振、これでツーアウト。いやピッチングピッチング、ここはピッチング。 DeNA ベイスターズ4回裏、さあしっかり抑えていこう。初球ボール、うん、次が2球目、打ちました、ストレートに詰まって、あれ強打、あそこ強打さんか。ワンアウトです。この佐野、ここの、いや怖いけどな、ここ。うん、際どいコースに送ってストライク。いやー次は縦すら上から落とすって怖いもんな、ここ。でカウントで1球外にストレート入れて、ボールになります。でここで落とすわ。でこれがどうかな、あ振らないか、低めに変化しました。よく見たな。でここ、おお投げる球がないぞ、外に落とそうか。打ちました。オッケーオッケー。浅いフライ。変化球を打っていきましたが、センターつかんで。こんばんは。ツーアウト。バッターは7番。さあここの回までかな。さあ初球は何か。インコースストライク。うん。おお、よかったな。ますよね。はい。でクロスファイヤー。変化球が決まってストライク。あっという間にツーストライクです。縦スラ外。これボールでいい。
ボールになります。もう一球クロスファイヤー。うん、今の打ってくるんだもんな。あっ、やばいやばいやばい。おー、ビジター、これが自身本日の初ヒットになります。ベースカバーしなきゃ。今のはピッチャー小林、初球は際どいところに来ました。ストライクです。切れてますよね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。オーケーオーケー、三振奪えばええねん。打たれてもマジか。またまだあるか。まあ、ピッチャーだしサクッといきたいけどね、ここは。はい、さあピッチャーだしサクッとサクッと、はいはい、サクッと。ちょっと手が出ないところですよね。はい、外のストレートがストライク。サクッと。ノーボールツーストライク。サクッと。取りました。あ、うまいな。すごい、ポジショニングいいね。すごいすごいすごい、守備のレベルが高いわ。ようやっとるわ。さあ、じゃあここ最後宮崎仕留めてって感じか。ここまず、ほい、いいね、いい球。際どいところに来ました。ストライクです。で、外には絶対に回したくない。ランナー溜めた状態で外だけには絶対に回したくないから、ここへ。うわっ、大丈夫。伸びていく。ここは打ち上げています。よーし、積極的に行きましたが、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。あれ、まだあれ、6回の裏 DeNA、 あれ外に、ま、あれ外に回したくないから仕留めたんだけど。まあ、3回3分の1だよ。マジか、そういう役割か。3回3、こうは全力でいいや。外はまず何を投げてくるか。初球大きく外れています。打ち上げました。ここはフライになっています。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。ピッチャーの状態ですが若干、バッターは4番。マジかよ、ちょっと結構いくな。そんなに引っ張るピッチャーなの小林って。打ちました。ワンポイントとかけ離れてる感じだけど、ツーアウトとなっています。打席には5番バッター。待って、イニングすごいよ。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。甘い。縦スラ。おお、ストレート1回入れて、多分これが最後でしょう、さすがに。ボールになります。ここで縦スラで仕留めたい。オッケー、スリーアウトチェンジ。ナイスピッチだけど、その後は燃えてるね。DeNA ベイスターズ、打ちに打ちました。まあ完全に敗戦処理ですね。大量得点で勝ちました。ただイニングがこれえげつないよ。まあでもイニングえげつないけど、その分まあ防御率はこれである程度打たれても、小笠原投手が3敗目か。はいはいはい。で11.09、 まあこれでちょっと4回3分の1、なかなかね苦しい感じでしたけど、はいはいはい。まあでも評価は上がりましたね。はい、オープナーまあ実質オープナーみたいな感じだな。はい、ということで、じゃあちょっとこれ見ようか。これってどこで見えるんだ、シーズン。ここで見る、メーカーないのか。ここでちょっと成績見よう。投手、はいはいはい。4回3分の2を投げて、そうね、4回3分の2を投げて、2等番に4回3分の2を投げて、奪三振率が、あ、でも 4つで7.71。 祖父江投手すごい、ね、15.00。 なんじゃこりゃ、なんかぶっ飛んでるな。祖父江投手がなんか覚醒してますね。はい、ということで、まあ以上ね、まあなんとか一軍昇格することができましたとさ。はい、これね、今日のちょっと登板見ていきましょうか。いや、こっちか。はいはいはい。ね、こんな感じで、なんとか、2軍でも、ね、少しずつ抑えながら、できることができました。ということで、まあね、1軍昇格できましたので、こっから中日ドラゴンズの、まあね、優勝できるかなに、一応目指して、あとはクローザー目指して、頑張っていきたいと思います。ということで、次回放送に続きます。また、ね、次回放送でお会いしましょう。ほらまた、高評価よろしくお願いします。ではでは。